クリーッパーチップは音声とデータメッセージを保護する暗号化デバイスとしてアメリカ国家安全保障局によって開発され、使用が推進されたバックドアが仕込まれたチップセットである。それは音声通信のために電気通信会社によって採用されることを意図していた。これは連邦、州、地方の方式交換が 防受された音声とデータの送信を解読することを可能にするためにブッシュ政権時代に作られたものである。各クリッパーチップは固有のシリアルナンバーと秘密のユニットキーを持ち、それらは製造時にチップに組み込まれている。マイク -78 クリッパーチップ1993年に発表されたが、1996年までにはほぼ意味をなさないものとなっていた。 クリーッパーチップはスキップジャックと呼ばれるデータ暗号化アルゴリズムを使用して情報を送信しディフィー・ヘルマン県共有アルゴリズムを使用してピア間で暗号鍵を共有したスキップジャックアルゴリズムはアメリカ国家安全保障局によって発明されたこのアルゴリズムは当初機密情報に分類されていたため暗号学者が査読することができなかった政府は このアルゴリズムは80ビット鍵を使用した共通鍵、暗号であり、デスアルゴリズムと同様であると述べた。スキップジャックアルゴリズムは1998年6月24日に NSA によって機密解除され公開された。チップの初期コストは、マクトランクスがロック・クリーパーチップのコンセプトの中心に、キーエスクローがある。クリーパーチップを搭載した電話機やその他のデバイスには、 生産工程で2つの暗号鍵が与えられるが、その暗号鍵は同時に、鍵供託方式により、同内容のものが別個の2箇所の機関に保管されることになっていた。裁判所の審査を経て、通信を傍受する権限が政府機関に与えられた場合、その政府機関に暗号鍵が提供され、その政府機関は、その特定の電話機によって送信されたすべてのデータを解読することができる。 電子フロンティア財団は実際に起こっていると主張するものを強調するためにこれを鍵の開け渡しという言葉で呼んだ。ビル・クリントン政権はクリッパーチップは米国で絶え間なく進歩している技術に法執行が追いつくために不可欠であると主張した。クリントン政権はこの装置がテロリストが情報を入手するための追加の手段として機能すると多くの人が信じているが実際には 国家安全保障を高めると述べた。彼らはその理由として、テロリストは銀行、供給者、連絡先などの外部者とのコミュニケーションに、それを使用しなければならないだろう。政府はそれらの通信を聞くことができると主張した。ワイヤードマガジン電子プライバシー情報センターや、電子フロンティア財団のような団体は、クリッパーチップの提案に異議を唱えた。 市民に対し政府の監視の可能性が高まるという影響を与える。しかし、クリッパーチップの暗号強度は、その設計、さらに、米国の企業では暗号化製品にクリッパーチップを使用することが強制される可能性があるが、外国企業に対しては強制は不可能である。強力なデータ暗号化を備えた、携帯電話が海外で製造されて、世界中に広まれば、米国の製造業者に、 重大な損害を与える。ジョン・アシクロフト上院議員とジョン・ケリー上院議員は、クリッパーチップの提案に反対し、メッセージを暗号化した暗号化ソフトを輸出するという、個人の権利を主張した。ノーチラス、PGP、プグフワンなどの強力な暗号ソフトウェアパッケージのリリースと開発は、政府がクリッパーチップを推進するのを受けて行われた。その考え方は、強力な暗号が、 インターネット上で自由に利用できるようになった場合、政府はその使用を止めることができないだろうという考えだった。RSA セキュリティはクリッパーチップのバックドアに反対するキャンペーンを行った。沈没しかけた小舟の絵にシンククリッパーという言葉が書かれたポスターを配布し、このポスターはこの議論の最もよく知られたアイコンとなった。マイクマイナス -78,994 年。 マットブレイズは論文プロトコルフェイラーインザイスクロードエンクリプションスタンダードを発表した。ここではクリッパーチップのエスクローシステムにはチップが暗号鍵を回復するために必要な情報を含む128ビットの法執行アクセスフィールドを送信する際に深刻な脆弱性があることが指摘されている。メッセージを送信するソフトウェアがリーフを改ざんするのを防ぐために リーフには16ビットのハッシュが含まれている。クリッパーチップはハッシュが無効な場合はメッセージを複合しないようになっているが、16ビットのハッシュ値では短すぎて意味のあるセキュリティを提供できない。ブルートフォース攻撃は同じハッシュを与えるが、エスクローの試行後に正しいキーを生成しないような別のリーフ値を迅速に生成する。これにより、クリッパーチップを暗号化デバイスとして使用し、 キーエスクロー機能を無効にすることができる。63。1995年、ナー・フランケルとモチ・ウングは別の方法の攻撃を公開した。これは設計に固有で、ある装置の重要なエスクロー装置追跡、認証機能は別の装置から来るメッセージに添付することができ、それにもかかわらず受信することができて、リアルタイムでエスクローをバイパスする。百九十七年、 主要な暗号学者のグループが、ザリスクス・オブ・キー・リカバリー、キー・エスクロー、アンド・トラステッド・サード、パーティ・エンクリプションという論文を発表した。これは、重要なエスクローシステムの一般的な実装におけるアーキテクチャ上の脆弱性を分析したものである。この論文で、技術的な欠陥が説明されたことにより、クリッパーチップが公共政策の選択肢となる可能性は消滅した。 コンピュータサイエンスのコミュニティの多くの有力者が一般的なクリッパーチップの反対と一般的な回復への反対を表明したが、ドロシー・イーデニングをはじめとする何人かはコンセプトを支持した。クリッパーチップは消費者や製造業者には受け入れられず、チップ自体はもはや1996年までには意味をなさないものとなっていた。米国政府は製造業者にインセンティブを提供し、 キーエスクローを採用した暗号化ソフトウェアに対し輸出規制を緩和することでキーエスクローを推進し続けた。これらの試みは米国政府の支配下にない PGP などの強力な暗号技術が広く普及したことで実際的な価値のないものとなっていた。しかしながら強く暗号化された音声チャンネルは現在の携帯電話通信においては主要なモードではない。 安全な携帯電話デバイスとスマートフォンアプリは存在するが特殊なハードウェアが必要な場合がある。通常、接続の両端には同じ暗号化メカニズムが必要となる。そのようなアプリは通常、電話音声、データネットワークの代わりに安全なインターネット上の経路を介して通信する。2013年以降のエドワード・スノーデンによる暴露事件を受けてアップルとグーグルは スマートフォンに保存されたデータを暗号化し、令状で暗号化を破棄できないようにすると発表した。これに、当局は強い反応を示した。それを象徴する反応として、シカゴ警察の刑事部長は、アップルは、小児性愛者が選択する電話になると述べた。ワシントンポスト氏は、スマートフォンのユーザーは、有効な操作令状があれば、法を超えることはできないことを受け入れなければならないと、主張し、 バックドアは、望ましくないと認めた上で、令状によりデータのロックを解除する、ゴールデンキー、バックドアの導入を提案した。1997年の論文ザリスクス・オブ・キー、リカバリー、キー・エス・クロー、アンド・トラステッド・サード、パーティエンクリプションの執筆者たちは、この議論の復活に応じて、フォローアップ記事を書き、民間の会話への政府の義務的なアクセスが20年前よりも、 さらに悪い問題になると主張している。ありがとうございます。